The Ainu or the Anu in the historical Japanese text Ezo are an indigenous people of Japan, Hokkaido, and formerly northeastern Honshu. The official number of the Ainu is 25,000, but unofficially is estimated at 200,000. Ainu、つまり縄文人は東アジア人と比べ遺伝的に特異な集団だったと言います国立遺伝学研究所及び 総合研究大学院大学の斉藤教授らは福島県北部にある三岸寺貝塚から出土した3,000年前の縄文人の奥歯から DNA を抽出し各ゲノムの一部について解読に成功縄文人が現代の東アジア人と比べて遺伝的に特異な集団であったことが明らかとなった 広志林浜祭ジャパンこの資料によればアイヌはエゾつまり北海道を中心に活動していたということになりますそしてそのアイヌ由来の地名はなんと琵琶湖周辺まで及んでいたと言いますつまり この今示している赤丸の地域がアイヌの活動範囲ということになりますそして全国にアイヌ由来と思われる地名が各地に残っていますが実際には北米インディアンとの深いつながりも指摘されています北米の 研究者の側からそれれが指摘されています。その一例がトゥリンギット族ということになりますその動画はこの後につなげておきますがアイヌで私がいつも奇妙に思っているのはその特異な化粧ということになりますアイヌの 口の周りの化粧の仕方に注意してください。まあいろいろな説明がなされてはいますがこの化粧は何かということになります。で、この化粧方法を見ていて私が まず最初に思い浮かべたのが法隆寺に残る侍像と言われる像ですこれがその侍像と言われている像です私が発見した範囲では3体残っていますその中の1つに焦点を当ててみます右がシュメールの なナナと言われている像です似ているというよりは同じと判断して良いわけですとなると法隆寺のこの侍像は誰が作ったかということになります一つの可能性としては外国からこの像がもたらされたという可能性ですが 法隆寺のこの像は少し後に紹介しますが日本式の正座をしています座るとき正座をするという習慣は世界的に見ても大変珍しい習慣ということになりますともかくも法隆寺に残る侍像とシュメールに残るイナンナつまり後のイシュタールさらにその後のマリア像とは このように大変よく似ています。比べてみてください。そして、この口に注意してください。この口が、先ほど紹介しました、アイヌの化粧方法と、大変よく似ているのではないか、ということです。つまり、この像に合わせて、というか、この神に合わせて、アイヌは、自分たちの、 化粧をしていたのではないかということです。そうした例は世界中に残っています。神を崇拝するとき、できるだけ神に近づこうという心理が働くためと私、林博士は考えています。口が大きく裂け、目が側面についている点に注意してください。特にこの 口ということになりますこの口がアイヌの化粧法と似ているのではないかというのが私の推論です。またそう思って考えると縄文人とエイリアンの関係そしてその間をつなぐアイヌとの関係が明確になってくるのではないでしょうか。つまり アイヌの背後にも私たちが神々と呼ぶエイリアンが介在していたということになります。この化粧方法がその一つの証拠になるかもしれないという話です。バ b フォ for now! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about the Tlingit people who are an indigenous people of the Pacific Northwest coast of North America. Their name for themselves is Lingit, meaning people of the Thais whose similarity with the Ainu people Hokkaido, Japan have been pointed out by many scholars. Matabe-san, a friend of mine, sent me a photograph of a carving, most probably a kind of a totem or a special symbol of its community, in which we can recognize a god eating a human infant together with a strange face, also most probably of an alien. This carving indicates a very significant and close connection not only between the Ainu and the Tringit people, but also between the Tringit people and other cultures in the world. This is a story about it. Matabeeさんが トリンギット族というのは日本のアイヌ民族との共通点が多く、ウィキペディ百科事典は次のように書いています。日本のアイヌとは文化共通面が多く、表敬訪日しており、ここ数年来交流が続いている。と。で、そのトーテムの中には中央部に多分彼らの神が人間の子供を食べている姿と、そして下の方に奇妙な顔をした像が彫り込まれていました。 顔からしてエイリアンと私は判断しました。まず最初に申し上げておきたいことは、神が人間を食べる、あるいは人間が人間を食べるという習慣は世界中にあったということです。何も特別なことではありませんでした。ヨーロッパの人たちはそういったことをあまりオープンに語りたがりませんが、ヨーロッパでは食料が不足してくると隣の国や町を攻め、その人質を食用としていました。 アジアでも、またこの日本でもありました。そうした様子がこのトーテムに掘り込んでありました。が、ここが今日のポイントではありません。今日のポイントは、そのトーテムの下の方に掘り込んであるエイリアンと私が判断した顔です。これと同じ顔が、そこから5700キロ離れたメキシコのアステカで見つかっているということです。告示しているというより同じ顔です。 どう同じかは皆さん自身でどうか判断なさってください。で、5700キロといえば東京からインドネシアのジャカルタまでの距離と同じです。互いに行き来できる距離ではなかったはずです。つまり偶然そうなったというレベルの話ではないということです。その双方の民族には共通の神がいたということになります。がそれだけではありません。ここでは目の色に注意していただきたいと思うのですが、中国の 生徒、近郊の三生体意識で見つかったアーティファクトの目も青です。アステカで見つかったアーティファクトの目も青です。さらに驚くべきことに、インカで見つかったアーティファクトの目も青です。つまりこうしてアイヌとトリンギット、アステカ、そしてインカとつながり、さらには中国の三生体ともつながりました。もちろん日本のアイヌ民族ともつながっています。 マタベイさんが送ってくださった一枚の写真には、そういう意味が隠されていました。では、画面を見ながら説明します。マタベイさんが送ってくださったこの写真をもう一度見ていただきたいんですけども、中央に、まあ、子供を食べる神がいると。そして、まあ、これがトリンギット族の、まあ、少女でしょうね、の写真です。で、このトリンギットって言いますけども、まあ、 そのトリンギット族というのは、このカナダ、アラスカのやや下のあたりですね。このあたりに、まあ、あの、住んでいるインディアンだそうです。で、トリンギットとアイヌ民族、その間の距離はですね、5400キロあるんですね。まあ、ちょっとこうして地球儀で見ていますと、そう簡単に行き来できる距離でもないんですけどもね。まあ、ともかくもうこうしてアイヌ民族とトリンギット族の間には、まあ、共通した文化が多く見られるということだそうです。 で、この、もう一度このトリンギット族の、まあ、トーテムだと思うんですけどもね、このトーテムと見ていただきたいんですけど。この下の方に、私が、まあ、エイディアンと判断した像が掘り込まれています。で、またさんもそのように書いていらっしゃいますね。で、これがみんなですね、ま、アステカで見つかった、あの、アーティファクトです。そして、まあ、いくつか並べていますと、まあ、大変よく似てるということですね。皆さん自身の目でご確認くださいね。ここが今日のポイントということになります。 で、トリンギットからアステカまでは5700キロ。ちょうどなってますかね。トリンギットから見ますと、まあ北海道と、そして、前マヤアステカとはほぼ同じ距離だということですよね。で、こう、目がつり上がってっていうところに注意していただきたいんですけども、まあこれ、違うという方が無理があるんじゃないでしょうか。あるいは偶然このように一致したというのもやはり無理があるんじゃないでしょうかね。 まあ私は共通した、なんて言いますが神、あるいはエイリアンがこの辺りに、まあいた、という一つの証拠だと思います。で、こうして比べてみますと同じだなと。で、もう一度このマヤ・アステカの、まあアーティファクトと比べてみてください。まあ大変よく似てるんですね。アが尖っている点であるとかね、目がつり上がっているところ大きくて細いということですね。で、これがあの、ロズベルのね、まあ有名な、いわゆるその、 UFO 墜落事件を報じた記事ですけども、まあ、ロズウェルに1947年に、えー、UFO が墜落したと。で、まあ、そういった記事なんですけども、その、まあ、リーク写真がですね、えー、写真漏れて出ています。で、これがまあ、フェイクかフェイクじゃないかってことなんですけども、その時に回収されたエイリアンの写真だそうですけどもね、私はこれはあの、 フェイクではない。すなわち本物であるというふうに判断しています。まあ、ここまであの、の、に、まあ、偽物ってのはできないわけですね。そしてその顔も、まあ、公開されてますか、公開とて言いますかね。暴露として、で、まあ、暴露記事って形で出てますけども、暴露写真として出てますけども、よく似てるんですね。この、いわゆる顔が。顔が細くて目が大きくて、と、釣り上がってるっていうところですよね。で、これは、み4社、4社とか3社は同じではないかというふうに私は判断しています。いかがでしょうかね。 で、もう一度、このトリンギットの、に戻ってみます。であ、日本の北海道までの距離が5400キロ。そして、右のマヤのアステカまでの距離が5700キロということになります。で、その中央にトリンギットの、まあ、今、あの、さんが紹介してくださいました、トーテムのこの像が彫り込まれてして、左がアイヌ民族ですね。で、右がアステカ、アステカの,のアーティファクト、発掘物ということになります。 で、まあ、北海道でね、このような像が見つかれば、ビンゴってことになるんですけども、今のところ私は知る限り、同じような像は見つかっていませんが、考えてみますと、縄文道具っていうのはみんな同じコンセプトなんですね。似たような顔ですね。目が釣り上がってっていう感じでね。で、これがアメリカインディアン。それから、あの、下の生徒。それから左がですね、これ、エジプトで見つかっているんですね。ヒギがで。そして、右、左上がですね、ノルウェーで見つかったブローチの中に刻み込まれていた、刻み、あまあ、 エイリアンと私が判断した顔です。で、こうして、えー、まあ、並べていますね。まあ目の、目の色を今度は注意していただきたいんですけども、その中心にトリンギットを置きまして、この5社はですね、同じであると。一番右がインカです。 言わせましたけど、インカーで発掘されたアーティファクトです。目の色を見てくださいね。となりますと、エイリアンの目というのは青かったんですね。しかも青いというよりも、この、なんて言いますか色、色は正確に表していると思うんですね。共通してますから。なんて言いますか、マリ、なんて言いますかね、コバルトブルーのような目をしていたということになるわけですね。で、中央に、えー、トリンギットの トーテムがあり、そのトリンギットというのは日本のアイヌと深い関係があったということになるわけです。で、アイヌ民族と言いますと、これはまあ縄,文縄文人ですからね。縄文人、アイヌ民族、そしてアメリカ・インディアンとこう繋がっていくわけです。ならち、まあ、まあ、その原点にあるのは、やはり縄文人ということになります。まあ、こうしてですね、このトリンギットのトーテムの中では、神がですね、人間の子供をこうして食べていたということになるわけですね。 まあそれをどう判断なさるか皆さんの判断もお任せしますけども、まあともかくもトリンギットの大変珍しいトーテムが手に入りましたのでこうして皆さんに紹介させていただきました。またべさんどうもありがとうございました。それでは皆さん、バイフォーナウ。